フルーツサンドイッチを作っていきたいと思います。これ自家製のパンで下の方が穴いっぱい開いてるので、そこを避けて真四角に切りたいと思います。鍋に水を入れます。ここにゼラチンをふやかしていきますね。パラ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 っと火をつけて混ぜていきます。これ冷まします、はい、それでは生クリームを入れていきます。では泡立てていきます。でお砂糖入れます。はい、ここで先ほど作ったゼラチン水を入れていきます。フルーツの準備をしたいと思います。それではフルーツサンドイッチを完成させます。キウイを切ります。日本のテレビでやってたのを真似してやってるんですけど、せっかくですから面白いサンドイッチを作りましょう。いちごはヘタを落とします。こんな感じに切ります。こっちも、こんな感じですね。センスがちょっとないかな。キウイは端っこ、真ん中、こんな感じに切っておきましょうね。切れ端も全部使いますので捨てないでくださいね。で、日本ではよくブドウが使われているようなんですけども、こちらはブドウ種なしがないので代わりに桃を使ってみましょう。パンにホイップクリームを塗っていきます。まずいちごのお花がこう切った時にこういう風に入れますね。こうで、ちょっとクリームをのっけて、で考えるのが楽しいですよね。でキウイフルーツをのっけます。クリームを塗ります。そして桃をまたのっけます。そしてあと味が端っこまで行き渡らせたいのにバナナでものせましょう。いちごも余ってるの入れちゃいます。ホイップクリームをまたのせます。はい、これをパンで挟みます。はい、しっかりラップで包んで、で切るところを間違えないように印を入れておきます。マジックで、はい、これを冷蔵庫に入れます。
はい、冷蔵庫で冷やします。はい、それでは冷蔵庫から出してきました。切ってみましょう。ギコギコ切ったらクリームがついちゃいますので一回で切りますね。決めたらきちっと引いて切っちゃいます。さあどうでしょう。あれ、間違えたかな。いや、合ってるけどいちごがずれちゃいました。これは残念。いちごを割り出して、まあ、これ後でやります。悔しいな、失敗。こっちはうまくいくかな。ギザギザやんないでここで一気に切っちゃいます。今度は成功したようです。う、バナナが逃げちゃったかな。まあでもいちごのチューリップです。じゃあ次いきます。あ、一回か拭きましょうね、これね。いきますね。ザクッ。お、これはうまくいきましたね、割と。はい、で、おまけに作ったやつ、一気にいきます。いちごどこ行った。ここだ。もうちょっとこっちだったのか。まあ、ズルしてここで切ってこれをこっちに押し込みます。こんな感じですね。うまくできたのを並べましょう。まあ、不器用なのでこういうの下手くそなんですけど、まあ、何をやろうとしたかは皆さん分かっていただけたかと思いますので、皆さんはうまく作ってくださいね。いちご畑を支えるのに犠牲になってもらいましょう。他のサンドイッチ、どうでしょうかね。こんな感じかな。はい、フルーツサンドイッチの完成です。